皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ちょっくら気は早いんですが、12月の冬巡業のお知らせをさせていただこうかなと思います。12月にまた冬巡業と称して各地を回りますので、ぜひよろしくお願いします。という、そんなお知らせ。8月の夏巡業に関しては、仙台からスタートして、宇都宮、柏、新宿で、最後は札幌という感じで、僕が住んでいる神奈川よりも北の方にガガガッと回っていきましたが、12月の冬は僕が住んでいる神奈川よりも西側に行こうかなと思っております。とりあえず、軽く今のところ仮のプランをお話しさせていただきますと、12月の2日からスタートをする予定です。これ、いろいろとこの仮のプランです。12月の2日、水曜日、まず兵庫県の神戸に行こうかと思っております。神戸。で、翌日の3日は四国に行きまして、香川県の高松に行こうかと思っております。で、4日目はまた本州に戻って、広島ですね。広島。で、5日目は、福岡とか博多ですね。博多。ちょっと福岡と書いてしまいましたけど、まあ、博多市。で、最後の6日日曜日は、福岡からビュンと飛行機に福岡からビュンと飛行機に乗りまして、沖縄に行こうかなと思っております。こんな感じのプランをちょっと今のところ考えているんですが、それぞれお近くにお住まいの方、ぜひ遊びに来ていただけますと、これ幸いです。ということです。まあ、ざっくり新幹線の移動とか飛行機の移動とか考えて、まあ、こんな感じのスケジュールなら大丈夫じゃないかなという暫定スケジュールなんですが、まあ、多分これでほぼ確定という感じだと思います。まあ、ちょっとこの少しずれることはあるかもしれないですけれども、まあ、その神戸といってもね、その三宮っていうんですか、その三宮だったりとか、あと沖縄といっても、まあ、那覇ではなくてこの沖縄市だったりとかするかもしれないんですけれども、その辺の若干の変更はあるかもわからないんですが、大体これで確定だと思っていただければ幸いでございます。ここからここまでは割と新幹線でなんとかなるなということに気づいたんですよ。まあ、その神奈川からスタートして、横浜からその神戸にビュンと新幹線で行くと。で、この神戸はまあ新幹線ですごく行きやすいので OK。で、高松も一回岡山まで新幹線で行って、そこからその電車に乗って行けば割と行きやすい。で、高松からまたその本州に戻って、で、新幹線に乗れば広島も割と行きやすい。で、福岡、広島と博多も新幹線でね、ヒュンと行けるから、これも割と OK。で、最終的にこの飛行機で、特にその災害とかに見舞われることなく、順当に飛べれば、まあ、沖縄も行けるなという感じで、まあ、こんな5日間を組んでみました。ちょっとね、こんな西側で弾丸ツアーするのも、多分向こう1年、2年、3年ではないことだと思いますので、本当にお近くの方はぜひ遊びに来ていただければ嬉しいなという感じでございます。それぞれのスタジオとか、まあね、どこら辺にするのかとか、そういったところはまだ僕がまだ調べきれてないので、何月何日、何時から、どこどこのスタジオ、何スタジオとは言えないんですけれども、まあ、こんな感じのプランニングをやっておりますので、お近くにお住まいの方、もし来れそうな方はぜひ、ホームページとかブログとかをチェックしていただいて、当日遊びに来ていただけますと、これ幸いでございますということです。で、まあ、毎度のお願いですけれども、なんかこの Twitter のこういうアカウントがありますので、よかったらそちらもフォローしていただけると、何かと情報の漏れがないかなと思いますので、すごく幸いでございます。そんな感じでしょうか。もしそれぞれお近くにお住まいの方がいらっしゃって、あそこの辺のスタジオとか、あの辺の支援施設とかいいんじゃないのなんていう方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけますと幸いです。なんかこの何を探しているか、どんなものを探しているかといいますと、まあ、できれば20畳、あわよくば30畳、40畳ぐらい の, その大きいライブスタジオができるようなスタジオがあるところがすごく望ましいです。で、できれば支援施設とかは、ね、すごく安く済むので、すごく助かります。で、まあ、大体3時間ぐらいの利用で1万円ちょっとぐらいの予算で使えるところって感じですかね。で、もちろん音が出せて、まあ、そんな感じです。で、できれば駅とか、主要都市からあまり離れない方が嬉しいなという感じなんですけれども、まあ、そんな条件を満たすいい物件をご存知でしたら、皆様から情報提供を心よりお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということです。
それでは軽く12月の冬巡業のお知らせでございました。これから着々と詳細がアップされていくと思いますが、どの日になるかお楽しみにしていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。四国、九州、沖縄行っちゃうぜ。楽しみにしててくんろ。じゃあね。